ユーフォニアム、ユーフォニアム、ユーフォニウムユーフォニウムは、金管楽器の一種。一般的に B 管で、幾重かに巻かれた、円錐管と、通常4つのバルブ、弁を持つ。音域は、テナーや、テナーバスのトロンボーンとほぼ同じであるが、それよりも、幾分か柔らかく丸みのある音色を奏でる。主な活躍の場は、金管バンド、英国式、ブラスバンド、 ファンファーレバンドと水奏楽であるが、オーケストラにおいてもテナーチューバなどとして、スコアに指定されることがある、チューバも参照。ユーフォニアムのマウスピースは、多くのメーカーで、カタログ上トロンボーンと共通に扱われているが、トロンボーンのものよりややカップの深いものが好まれる。各国には、ユーフォニアムとほぼ、同じ役割を担うものの、音色、形状、 バルブシステムなどの異なる楽器が存在し、これら全てを統括したグローバルスタンダードな名称は今のところ存在しない。従って、これらの楽器は、個々においては、その本来の名称を使い、日本において一とまとめに呼ぶ必要があるときは、便宜上、ユーフォニアムと呼ぶのが今のところは妥当である。例、事故の各国のユーフォニアム、ユーフォニアムの歴史のように、 日本のユーフォニアムの役割に相当する各国の楽器には大きく四つのタイプが現存し各国で用いられている。ユーフォニアムの音色はトロンボーンやホルンにも似ているためか一般的にはよく知られていない。ユーフォニアムの音色がよく感じられる代表的な作品には以下のようなものがある。ユーフォニアムはバイマルのコンサートマスターであったフェルディナント・ゾンマー。 ハーディナンド・ソマーが自身専用のソロ楽器として発案したゾンメロフォーン、サマーフォーン語に改良が加えられ、一般に使われるようになった。もともとはオイホニオン、ユファナイオンと呼ばれたが、この名前はギリシア語のユフォーノス、良い響き、EU イコール良い、フォーンイコール響きに由来する。ゾンマーのゾンメロフォンが登場する以前は、セルパンやバスホルン、オフィクレードなどが、 金管低音の役割を担ってきた。1835年に、プロイセンの軍学隊長だった WB プレヒトの要請を受けて、C モリッツによって F 管のアップライトベル、フロントピストン式、バスチューバ、バストバが作られた。続いて1837年には、それよりも小型の B 管のアップライトベル、フロントピストン式、テノールチューバ、テナウトゥーバが作られた。こうして、 金管の低音域をバスとテナーという別々の楽器で演奏するようになり、前者がバスそしてコントラバスチューバへと発展し、後者がユーフォニアムへと発展していった。1843年にゾンマーはモリッツのテノールチューバやその後各地で作られた同じような楽器をもとにゾンメロフォンという楽器を発案する。これはゾンマー自身がソロを演奏するために発案したものである。 1851年のロンドン万国博覧会にて、アルバート校をはじめとするイギリス王族の午前で、オルガンを伴奏に、ゾンマーがこのゾンメロ本を用いて、ソロリサイタルを開催した記録が残っている。そのリサイタルのスケッチ、ゾンマーがゾンメロ本を演奏しているは、ビクトリアンド・アルバート博物館にて見ることができる。この楽器は、シーモリッツの制作した、テノール・チューバと同じような、 細い中バ型であった。ただし、バルブは、ロータリー式。ゾンメロフォンが完成した、翌年の1844年、ゾンメロフォンを制作した、ウィーンのフランツ・ボック、フランツ・バックとフェルディナント・ヘル、ファーディナント・ヘルが、それぞれゾンメロフォンを改良させた、ユーファナイオン、ユーフォーニアムという楽器を作った。いずれもバルブは、ロータリー式。特にボックが作った、ユーファナイオン、オイホニオンは、 バルブこそ、ロータリー式であるが、現在のユーホニアムに近い太い楽器であり、その音色は、オーケストラのチェロに匹敵すると、ボック自身が、特許出願の際に記している。この楽器は、後に、チェルベニー、チェビニー社、現チェコのメーカーからも、オイホニオンとして、一般向けに製造・販売されるに至った。19世紀中頃に登場した。 オイホニオンが実際に楽曲に使われた例としては、ブルックナーの後進曲編補長調、1865年作曲が挙げられる。こうした流れとは別に、ベルギーでは1843年にアドルフ・サックスが高音域から低音域までを同一の音色でカバーする一連の金管楽器、サクソルンを制作し、1845年に特許を取得した。 現在のユーフォニアムは、このサクソルンのバス、バッセのスタイル、アップライトベル、アップライトピストンを踏襲している。ユーフォニアムは、セルパンやバスホルン、オフィクレードの高音域を担うために生まれてきた楽器や、また、サクソルン一族のバスとして生まれた楽器などが元になっている。そして、ゾンマーによる発案と彼自身の演奏活動をきっかけにソロを担う楽器として、 またオーケストラのチェロのような役割を担う楽器として改良が加えられ、現在の形状と音色とに至ったのである。なお、現在の一般的なユーフォニアムの形状は、1890年代のイギリスのブージー社、ブーセ &CO、製のユーフォニアムとほとんど変わらない。この画像は歴史的楽器展示室にて見ることができる。日本におけるユーフォニアムの歴史は、明治3年。 1870年にイギリスよりフォーニオンが到着したことにより始まった。日本人初のユーフォニアム奏者は、明治2年、1869年に、薩摩藩によって集められた、軍学隊の伝習生、尾崎これのり、平次郎であった。軍学隊の伝習生は、当初イギリス式教育を受けたが、明治3年に陸海軍が分離された後、海軍軍学隊は、 イギリス式教育、あとにドイツ式教育、陸軍軍学隊はフランス式教育を導入したため、ユーフォニアムに相当するパートに関しては、海軍ではユーフォニオン、バリトン、陸軍ではプチバス、ショーバスなどと様々な名称で呼ばれていた。残されている多くの画像によれば、いずれも主にフランス式の楽器、サクソルンバが使われていたことがわかるが、 一時期の海軍や音楽学校、各種音楽隊、学校教育における吹奏楽部などでは、指導者の方針により、ドイツ式バリトンや、小バスではないユーフォニアムなども使われていた。第二次世界大戦敗戦後に、米国より導入されたスクールバンドの普及により、日本においては、名称は、ユーフォニアム、ユーフォニウムに定着し、楽器も、 イギリスで発展したピストン式の40ユーフォニアムが一般的になっている。このため、創作文芸の世界で、サクソルンバスやドイツ式、バリトン、バリトン、コーンなどの出現する機会はほとんどなく、日本の吹奏楽の作曲コンテストでこれらの楽器が要求されることは全くない。おおよそ1960年代からユーフォニアムを専門とする演奏家が活躍を始めた。 その後、ユーフォニアム部門のコンクール開催や国外演奏家の来日などにより、専門家としての能力と指導力を身につけたユーフォニアム奏者たちは、続々と音楽大学の講師として赴任し、日本の演奏家による国外での活躍も見られるようになった。近年では、新しい音響素材として目を向ける作曲家がいる。オーケストラのスコアに、 テナーチューバのパートが設けられていることがある。これは作曲者がユーフォニアム、ドイツ式のバリトン、ビーカンのワグナーチューバなどを想定して設けるパートでり、作曲者がどの楽器を想定してこのパートを設けたかは、寄付や他楽器からの持ち返し定、作曲年代、曲奏などにより判断されている。現在、ユーフォニアムやドイツ式のバリトンで演奏される楽曲に、リヒャルト・シュトラウスの 英雄の生涯、ドン・キホーテ、ホルストの惑星、ヤナーチェクのシンフォニエッタなどがある。ラベル編曲の展覧会の絵、原曲はムソルグスキー作曲のピアノ曲にはチューバのパートが設けられているが、当時のチューバはユーフォニアムに近いフランス式の楽器、フレンチチューバであったとして、高音域が続く、ビドロのソロのみ、しばしばユーフォニアムで演奏される。 日本においては、ピストン式のバルブを持つ楽器を、ユーフォニアム、ロータリー式を、テナーチューバと区別する場合がある。しかしその結果、テナーチューバはパート名であるにもかかわらず、オーケストラで使用される、楽器である、という誤解が生じる原因となっている。オーケストラにおいては、前述のような、テナーチューバのパートの他に、マーラーの公共曲第7番では、 テノールホルンの指定があり、ショスタコービチのバレエ音楽、黄金時代はバトンの指定、レスピーギのローマの末ではフリコルのバッソの指定がされている。日本において入手しやすい代表的なメーカーは以下である。各社とも音色、操作面において明確なオリジナリティを有する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。